どういうつもりだ。これはね、お守り。お守り？そう。あなたがまた刀を使うときに、私にも何かできないかなって思ってね。必要ない。え？俺はもう剣は使わない。だからお守りなんてもんも必要ない。田んぼに戻る。お前もそんなことしてないで、早く飯を食え。なんだ、あいつマジマじゃねえじゃねえか。あんた、この村にいるマジマって男知らねえか。知らねえな。どうしてそんな奴を探しているんだ。徳川から賞金が出てんだよ。何か重罪人らしいじゃねえか。殺せば百両結構いい金になる。ゲンさん、こっちに。なあ兄ちゃん、本当に知らねえのか。嘘ついたら痛い目に遭うぜ。そうか、なら本当のことを言おう。あ？真島なら死んだ、去年の冬に。なんだと。でたらめ言ってんじゃねえぞ。そんなこと言ってごまかそうとしたって、そうはいかねえ。おいお前ら、家ん中にかくまってねえか、探し出せ。えっ、ちょっと待て。なんだ。お前ら賞金が欲しくて真島のこと探してんのか。なあ、そうだ。それがどうした。それなら、もう一枚の手配書を見てみろ。うん？真島が徳川から追われているなら、もう一枚手配書が出ているはずだ。かあ、こいつ！まさか、お前。俺が宮本武蔵だ。そうか、お前がこの宮本武蔵か。とんだ獲物が舞い込んできたぜ。あなた、これちょっと、どうしたの。言ったろ、俺はもう刀は使わん。でも刀なしでも俺はあいつらを倒せる。お前を守ってみせる。
むなよ兄ちゃん。やれ！